こんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、今回はですね、はい、飯塚千恵先生によるレッスン動画になっています。はい、はい、今回内容はですね、プロのように打ちたい、うん、プロのように立ち回りたいという方に向けた、はい、特別なレッスン動画になっています。ほうほう、なんでしょうね、うん、まあ、この動画では、はい、プロのように打つための方法を非常に分かりやすく解説していただいているみたいです。なんだろう、プロとね、同じようなスイングができれば、はい、飛距離も伸ばせたりとか、うん、まあ、安定したショットっていうのを打てるようになります、うんうん、はい、うん、分かりました。はい、ということでですね、はい、まあ、ノウハウをたっぷり詰め込んだ最強のレッスン動画になっているので、はい、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、見ていきましょう。見ていきましょう。お願いします。お願いします。はい、今回は最強レッスン動画になってます。はい、はい、プロとアマチュアの方の違いを、お話しした後に、プロに近づけるようになるポイントを2つご紹介していきたいと思います。はい、はい、プロの方とアマチュアの方の一番多くある違い、これがですね、フェースの向き、プロたちの間では重心キャッチとも言うんですけども、はい、テイクバックでの切り返しの時、フェースの向きが全然プロの方とアマチュアの方違うんですよね。これどう違うかというと、はい、ちょっとやってみますね。プロの方はフェースがスクエアな状態、重心をずっと自分の手のひらでキャッチしながらスイングしてます。はい、どういうことかというと、開く側に、はい、クラブフェースが開く側に行こうとするエネルギーが働かないように打っているんですね。ところがアマチュアの方はいきなりガバッとフェースが開いちゃう方、重心を右側に外したまんまテイクバック切り返しを迎えちゃう人がとっても多いんですよね。こういう方たちがどんなエラーを招くかというと、開いているから腕、上半身で突っ込みますよね、うん、突っ込みます。突っ込むとダフる、ダフらないように起き上がる、または肘引ける、全部のエラーが出ちゃうんですよね。そして全部のエラープロたちないんですよね、はい、はい、ここがすごく大きな、違い、分かれ道になっているので、皆さんもプロのようにスイングをきれいにしたいのであれば、これからお話しする2つのポイントをやってみてください。まずその1つ目はですね、フェースの向きを整えるということです。はい、これなかなかレッスンしててもですね、1回のレッスンでこのクラブのこの開く側に行ってしまう感性を抑えることなかなかできないんですが、こう日々ですね、こう開かないようにって練習していただけると、何日か、何週間かな、はい、それが自動化されて考えなくてもできるようになってくるので、一生懸命やってもらいたい項目になってます。はい、はい、でそのポイントとしては、まず最初はハーフェイバックまででいいです。ハーフェイバックで前傾姿勢とフェースの向きが一緒、このチェックポイントがまず第一関門です。これがクリアできたら切り返しですね。はい、切り返しの時ってフェース見えないですよね。見えないので止めていただいた時に開く側にクラブが行こうとしてなければ OK です。はい、目で確認できない方は開く側に行かないようにずっとフェースを閉じてあげてスイングしていただくっていうことですね。はい、ということでこの項目すごく難しいんですけども、根気強くやっていただければプロのようなスイングになれるので、やってみてください。はい、そして2つ目はこのフェースの向きを気にしすぎて振り子の運動がなくなっちゃう方がいるんですね。振り子の運動とは、はい、重力によって繰り返すこの動きなんですが、フェースの向きばっかり気にしているとガチガチになっちゃうんですね。はい、なので振り子の運動、振り子の動作を消えないようにしていただくために、はい、連続素振りをしていただきます。連続素振りとは、はい、もうそのままなんですが、連続で5回ぐらい振ってあげます。
このように連続で振ってあげると自動的にこの振り子の動作が入りやすくなります。最初はガチガチだった人も連続で振らなきゃいけないからだんだん振り子が入ってくるということで、はい、5回ぐらい連続で素振りしてあげてください。フェースの向きと振り子、この2つの運動を入れていってあげるとプロのようなスイングができますのでやってみてください。はいはい、はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。プロの立ち回り、うん、まあ、なんかウエアとかね、うん、そういうので、ね、こう雰囲気出すこともできますけど確でもいるよね、いるいる、あの人めっちゃうまそうみたいな、打ったら俺みたいな構えるでしょ、ここにまあそうではなくそうですね、そうではなくしっかりね、しっかりね、うん、本番もプロのように、うん、はい、まあ、この動画を見ていただいて、うん、少しでも近づけたらいいなと思います、します、ん、思います、うん、はい、はいはい、ということで、はい、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは次回の動画もお楽しみに。楽しみに。